車見てみようか、ちょっと。車。アクアがいいって言ってたね。トヨタ、アクア。アクア狭い。N 版。アクアフルモデルチェンジするで。フィアット500。アクア60キロ以降のスピードのなさがやばい。へえ。モデルチェンジするんだ。ジムニーを押します。フィアット500。フィアット500。何これ。あー、かわいいじゃん。え、だいぶかわいい。すげえ。え、かわいすぎない？むしろ。え、かわいすぎないか。あ、そう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 、これかっこいいって思ったのは、絶対買えないんだけど、めっちゃかっこいいなと思ったのは、なんだっけ、めっちゃかっこいいと思ったやつあんだよ。いや、俺好みのやつわかんねえか。あの人の名前がついてるやつ、発明家のエジソンと、あの、あ、そう、テスラ、そう、テスラス。これかっこいいんだよな。鈴木とかめっちゃかっこよくない？まあ左ハンドルだけど。テスラ運転してたらめっちゃかっこよくない？無駄なもんも少ないし、まあ、無駄なもん全然ないし、テスラ俺結構いいなって思ってんだよね。ちなみにこれいくらの？いくらなの？1000万から？マジ？マジで？テスラに若葉マークいけてるよな、だいぶ。テスラに若葉マーク。めっちゃかっこよくない？今すぐ注文。うわ、1000万だ。ゲーマーはこれ。あ、税金？そんだけ？馬力がない。やべ、ゲーミング車。ゲーミング車出てきた。レイザー。すげえな。確かにちょっとかっこいいね。すげえ、近未来感やべえんだけど。いや、なんかフードと倉持のなんか夫婦、なんかワンチャンこういうの買いそうなんだけど、あいつらアホだから。
ワンチャン買いそう。え、誰がゲームやんだよ。ゲーミング車って何、もう何なの。マコさん、これはどう。イナチューじゃねえかよ、おめえよ。お前、イナチュー好きだろ。ペーペーポー、ペーペーペーポー、ペー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 。花屋敷。懐かしいな、これ。リッター10円死ね死ねだんね。そうそうそう、懐かしい。死ぬほど懐かしい。ミニ、何これ。あー、でもかっこいいね。あー、でもオープンカー好きなんだ俺。オープンカーね、やっぱその耐久度とかそこら辺考えるとちょっと、あ、まあオープンカーじゃないやつもあんのか。金持ち家庭のセカンドか。へえ。でみんな車結構詳しいんだね。かなり乗りやすくておすすめです。値段的にも300前後ですよ。マツダか。コスパ考えるとこれしかないっす。でも鈴木とかマツダはなんかいいって聞くね。スイフト、おいくら？スイスポータク。相当いい。そうなんだ。200ぐらい。おお、150。安いね。まあ、安いのかどうかわからないけど、俺は相場がわかんねえから。137。なるほどね。スイスポ。AT ならこれっす。今のご時世全部 AT でバーガー。俺タイでも生活できるじゃん、これ買ったら。タイでも生活できるじゃん。一瞬ケイスケさんかと思った、びっくりした。